眠れねえよ、もう眠れないですということで、どうもプロタンです。いや、もうということで今日は2月の24日の朝でございますということで、まあ、ちょっと知らない人はちょっと知らないと思うんですけど、2月の25日にもうこれね、アップした時点ではもう大会終わってるんですけど、あの2月25日に朝倉未来くんが主催するなんか新しい団体を立ち上げようっていうので、1分1ラウンドだから、その素人喧嘩自慢みたいな、わかんないですけど、その1分1ラウンドで最強の男を決めるっていう大会のその第1大会にちょっとゲストとしてね、お呼ばれしまして、あの戦うことになりました。意味がわかんないでしょ。もう朝電話かかってきて、朝8時ぐらいに、もう2週間前ぐらいに、出ませんって言われて、いや無理ですって断ったんですけど、いや出てくださいって言われて、ほぼ強制的に、はい、なることになりまして、でもう1日前なんですけど、もうなんかもうそわ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 と、なんかもう今日不安と緊張と、俺もしかしたら大怪我とかするんじゃないかなっていう、その怖さでもう寝れなくて、今ね24日まで来ちゃいました。あの格闘技さ、あの YouTube でさ結構コラボさせてもらってて、いろんな格闘家さんと知り合いなんですけど、結構仲いい人多いんですけど、もう見る線で本当にもう見るのが大好きなの。そういうの無理だからさ、自分が絶対そんな出れないっていう立場だから、まああのね、こうやって YouTube 撮らせてもらってて、結構語弊があるんですけど、あのなんか前回もさ、なんか2年前とかムエタイやってたみたいな説があるんですけど、全然やってないです、格闘技、はい、ただ動画のエンターテインメントとしてあのやってましたって感じなんで、もうガチ素人、明日怖さで恐怖でしかないんですけど、で対戦相手はパフェの店長です。はい、パフェの店長で70キロで、俺より5キロぐらい上で、身長もね高いんですけど、だからそのキックとパンチだけの大会なんですよ、まあ、キックボクシングだから、その身長差があるからさ、まあ、別にあの保険かけるわけじゃないですけど、打撃でちょっと不利だなと思ったりとか、なんかいろんなこと考えたりとかして、大丈夫かみたいな、膝もありなのかなしなのかわかんないですけど、もし鼻入ったらさやばいじゃん、どうこれから。もう俺入院とかしたくないから、マジもう顔面をさ大切にしたいから、やっぱ YouTube だからね、もういろんなさ負の感情出てきて、なんかちょっとねっていうので、その心境を撮ろうかなと思ったんですけど、でもなんかやっぱねすごいねワクワクしてる。やっぱ刺激がある日々ってこんなにもやっぱりなんか楽しいんだなとか、なんか生きてるって実感するというか、サラリーマン4年やってて、そのサラリーマンまでずっと敷かれたレールで生きてきたんですよ。もう安牌、もう安全な道、進学ももう確実に受かる学校で、あの就職も確実に受かる就職先とかって、なんかあんま不安感がなくて、だそれが爆発して今やっぱなんか不安定な道、不安定な道に行きたがるというかね。でもそっちの方がなんかね、やっぱねいいなっていうのを直感的に、まああのプロダンなんで、まあエンターテインメント、やっぱさそんなさ、もう俺も重々分かってるから、格闘技について、あの今までいろんな人見てきたし、テレビも見てきたんで、やっぱテクニックとか、そのなんかさ、なんかこれで決めろとかさ、そういうのを期待しないと思うんですよ。1分1ラウンドなんで、だからもう喧嘩じゃん、もうその小中学生の。だからもう俺の中では、ガッチャガチャに殴り合って、最後は、俺ノックダウンみたいな。マグで相手のパンチ もらっても、このバーンみたいな感じで、終わったら超面白いなとかって思ってんの。ちょっとそれも、そう思ってる自分もすごい嫌なんだけど、大ダメージじゃん。だけどそんな感じで終わったら最高だなっていう、はい、もちろんね、やらせなしですよ。ガチで、だからさ、人殴るとかしたことないから、本気で。全然恨みもないさ、なんなら一回会釈しちゃったの。会場で会っちゃったのよ。で、相手マジでいい人なの、絶対。もうオーラでわかんない。だからそういうちょっと見ちゃってるから、まあ一番ね、なんかその、3試合はこなんですけど、吉田くん、そしてジンさん、はい、あのゴリラも出る。それで、3試合目に俺で、まあ一応なんかメインみたいになっちゃってるんですよ。だから最後、まあ、なんかそのプレッシャーもあって変に盛り上げなきゃみたいなさ、なんか気持ちにもなってるんで、今運気高いから、はい、今再生数も高いんでね、それ便乗してもう自分の可能性信じて、もうなんかコメって結構人生どうなってもいいやっていう感じの生き方してるんで、もうなんかもうね、とんでもないことなんないかなって思ってる自分がいるっていうね、心境です。はい、ということで、まあ3試合あるんですけど、一番まあその前日の今ね、心境としては一番盛り上げたいなと、一番面白かったねって、いろんな意味で
はい、なったらいいなっていう感じなんで、もう心鬼にしてもうもうガチャガチャいきますんで、もうノーガードもういろいろ習ったんですけど、なんかフェイント入れるとかもうそんな関係なく、もうノーガードでバコバコやって相手パンチももらおうかなみたいな、はい、感じでやっていこうかなと思います。ということで、ね、初めてそのスポーツショップ、俺筋トレの大会とかもちろんね出てるんですけど、初めてその格闘技ショップ行ってボクサーパンツとかもらってきたんで、ちょっと今ね初めてつけるんで、ちょっとこの際だからつけようと思います。あれか、はい、じゃーん。これでやってやりますよ。これで、これこれで明日頑張れたらやばい。待って、マジで緊張して、何これ、なんでこれ受けちゃったんだろう、本当に。まあね、全然大イベントみたいなね、そのライジンとかそういうレベルでは全然低いですけど、まあ盛り上げられるよね、頑張りたいと思います。精一杯です。やだな、鼻とか折れたら。でも美味しい、鼻折れたくないけど折れたい。ということで、はい、以上、前日の心境でした。はい、すごいな、こりゃ。よし、気分高めて今から神社参りや。バイ。ブレイキングダウン。すごい自分にとってはチャンスかなって思っています。ワクワクまあネタができたなと思います。はい、やっぱ常にネタ探してるんで、新しいネタできたと思う。それやってみて、まあ、反応を見て、それをまた新しく自分なりにしていくのが、すごい筋肉だなって思うんですけど、まあ、パフェバーで働いてる身としては、まあ、糖分足りてるのかなっていうのがすごい感じますね。もうひたすら殴り合ってどっちがぶったるか分かんないみたいな、そういう試合したいな。どうなんすか。あ、まあ頭部ないと頭も働かないですし、まあちょっと動きも鈍いんじゃないかなって思ってます。僕からしたらファイってもう添加物と脂質の塊で、人間の病原菌のことじゃないですか、健康の。運ですよね、俺からしたら。だから駆除しないといけないんで、まあ、そこは徹底的に、まあ、一つの店舗の駆除しようかな。ゴキブリ、ゴキジェット。負けず嫌いなとこはあるんで、やっぱり、なんか、絶対勝ちに行きたいっていうのは、もう、自分の中ではあって、まあ、勝つイメージっていうのは、常に持ってました。まあ、そこを、まあ、自分も信じて、まあ、戦っていきたいなと思ってます。この試合に勝って、トルタンさんに糖分の大切さを教えてやりますよ。まあ、勝ち負け関係なく、一番見応えあった試合見せるんで、そこだけです。もうエンターテインメントとして、ガチ殴り。パフェの店長叩きのめして、お前のパフェのメニュー全部中身ブロッコリーとネギに変えてやる。
プロタン一番激しいですよ。ロング